宮城千佳子11月26日から1996年8月7日は日本の女優である。第二次世界大戦前に宝塚歌劇団を退団後映画女優に転校。戦後も劇団な弟子子を率いて舞台活動も行い、テレビにも多く出演した。本名、佐藤由紀。宝塚歌劇団時代は東風浦野と名乗った。愛称は、ベコちゃん。 ゆきちゃん、岩手県森岡市に生まれる。熊谷神城高等小学校を卒業後に、1935年に13歳で、宝塚歌劇団に入団、東風浦野の名で男役として活躍した。1940年はじめに17歳で退団日活に入社、稲垣博監督、片岡千恵蔵主演の宮本武蔵のお通訳に抜擢されて華々しく、 スクリーンデビュー、同作は、同年3月31日に公開された。翌1941年11月26日、同社京都撮影所で、牧野正弘や辻吉郎の助監督として働いていた、牧野正蔵の三男、牧野晋三と恋愛結婚する。宮本武蔵の前作で、おつを演じた、とどろきゆき子が、兄の正弘と結婚した前例があり、 お通が二人牧野家に嫁いだと、当時騒がれた。1942年に、木村慶吾監督の大ヒット作、歌ふた抜き御殿を最後に引退して家庭に入る。翌1943年、21歳で、長男、小一を出産する。同年末、実刑、牧野正弘のプロデュースで、夫の牧野心臓が、恩師の辻吉郎と共に監督した。 海賊バタフット部で映画に復帰するも、劇団なでしこを結成して、舞台劇の地方巡業に勤しむ。第二次世界大戦後の1946年6月、夫の心臓と共に、巻きの芸能者を設立、劇団なでしこの活動を基盤に、映画制作も行うが、1948年10月には、解散している。1952年からは映画に多く出演し、 翌1953年の中盤に離婚することになった。その後も多くの映画に出演した。熟年となった1975年10月に開始したテレビのバラエティ番組、独占、女の60分では、小竹歌劇団、第1期生の水野枝滝子らと共に司会を務め、同番組に1987年3月まで出演を続けた。 1996年8月7日に急性肺炎のため死去した73歳坊津。宮城の映画デビューは昭和15年の日活映画宮本武蔵のお通役からである。武蔵は片岡知恵蔵と決まったが、このお通は一般公募となった。600人ほどの応募者から11人ほどが選出され、原作者吉川英治、画家の石井鶴造、 監督の稲垣博士が審査したが、どれも、おつうのイメージにはほど遠く、稲垣はこれを、宝塚乙女から選ぶことにした。しかし稲垣は、その3年前に、尾崎淳監督で、宮本武蔵をプロデュースした際、宝塚歌劇のプリマドンナだったトルコを引き抜いて、大事件となっており、よほどうまくことを運ばなければ失敗する恐れがあった。そこでスパイを放って稲垣は、 東風浦野という研究生を知り、宮川和夫キャメラマンと宣伝部長の3人で、密かに過激を見に行ったが、浦野を見分けるのは困難で、仕方なくファンを装って、大阪のすき焼き屋に誘い出し、宮川にいろんな角度から彼女の写真を撮らせた。この写真で、浦野の引き抜きは決定となった。稲垣は、柄は大きかったが、色気もなく、それが、 お通りのイメージにぴったりだったという。さて引き抜きとなったが成功法では無理だろうと、日活の製作部長をお辞に仕立て、母が既得だからと対談を願い出させた。趣味よく東京に着いたところ、歌劇団と新聞記者の尾行に気づき、仕方なく上野駅から仙台行の列車に乗って逃亡。着いたところが宮城県仙賀村だったため、芸名を宮城近子とした。 撮影所では、ベコちゃんの愛称で親しまれた。姉を肌の芸風で知られるが、稲垣は日活へ引き抜いた頃のことがどうしても頭を離れず、おかしくもあり、可愛くもあり、と後に心情を述べ、宮城を非常に日本的な優しい女性であると語っている。ありがとうございます。